いやだ、見て、やらしい。うん、まあ、めっちゃ美味しいです。本邦初公開ですよ。いつもの薬。LINE ニュースになったね。そうなんですよ。俺も連れて行ってよ、ディズニーランドは。ディズニーランド行ったらさ、一番最初何飲むの、はい、プーさんのハニーハント。どういうセリフ言ってんの、プーさん。蜂蜜大好き。僕のタイマーを知らないから。出ないです、そんなこと。福岡にやってきました。クズメンタリー、の第2弾ということでありがとうございます。その収録の合間に昼飯食べてみた、あ、朝飯を食べてみたってこと、今日もゲストを呼んでます。この人です。おはようございます。大沢さんです。お願いします。さっき起きたんですよね。そうですね、はい、2日目ということで、はい、福岡の今回イカ食べたっけ。イカ食べました、ね、美味しかったね。はい、美味しかったです。あるかね、イカ超えるものが。でだいぶレベル高かったんで。だいぶうまかったね。今日も何にもそのお店決まったりとかしてないんで、はい、行き当たりばったりでいきたいと思います。ここどこ、ほんで福岡のどこですか。大名、大名、大名、大名だって分かんないね。大名、大名、一番の繁華街です。あ、スタッフさんです。クズメンタリーのスタッフです、はい、トラサーモンの冠番組なのにかまいたちの T シャツ着てた裏切り者です。じゃあちょっとね、あの前代未聞のねタバコを買いに行くんですか。前代未聞ですね、あんまり。絶対切り落とすところでしょ、はい、使うからね。切り落とすところほどうまいってこと。これが焼肉屋でいう裏メニュー見たらところ一番おいしい部位。それは何か、タバコを買いに行くところ。こんにちは、すいません、アイコスください。あっちいな、日が照ってきたろ。ノーカード、ノーカード。俺これ外人と思われてる。ノーカードって。いや、じゃ500円持ってね。500円。あ、やべ、まだ川さんに金出して。怒られちゃうよ、ファンの人に。ごめんな。ごめんな。ごめんな。みんな。ありがとうございます。よし、行きましょう。お。めちゃくちゃいいじゃん。すごい味のある一膳飯だって。正気堂さん、正気堂、青木堂さん。あ、青木堂、すげえ。あ、営み郷中さんって人がやってるのかな。違う、営み郷中さんじゃない。営業中。あ、え、何時今。11時47分。え、満席やで。キッチン。いらっしゃいませ。うわぁ、すげえじゃん。え、個室なんや。これ誰か使ってる部屋とかじゃないよ。子供さんの学生服みたいなのあるけど。プライベートスペース。自分で取りに行くスタイルです。あ、そうなんだ。ショーケースでただ選んで。あ、そうなの。で、メインはここで頼めます。どこに入ればいいですか。うわ、すごいね。メイン何すんの。メインどうしましょう。俺、ロース生姜焼き定食しようかなと思って。絶対美味しいやろ、はい。でも今日のおすすめは何か入ってたよね。カツとじ定食。ああ、おっしゃったね、カツとじ定食。カツとじ定食にします、そしたら。そのいいの、それで。はい、おすすめ。オッケー。じゃあカツとじ定食とロース生姜焼き定食で、すいません。すいません、お願いします。これソースかける派、醤油かける派。醤油派です、私。あ、マジで、はい、九州ソースやね。
あ、そうなんですか、うん、そうなんだ。いただきます。なんかいいね、福岡来てこういう食べるっていう。そうですね。うめえ。失礼します。うん、間違いない、うめえ。ここ人気の店なんですかね、やっぱね。あ、人気の店。老舗のお店で、うん、もう毎日ランチ時間とかお客さんに。そうなの？めちゃくちゃラッキーやん。ね、な、何してんの？出てこない。出ないんですよ。もうチンパンジー育てられちゃったお前。変なもんで顔刺されて、おばちゃん、さっきおばちゃんに、あら、あら、絵描いてる人だ、先生って言われたよ。もう俺絵になってるわ。絵の人なんですね。もう絵の人。もうそういうもんだね。何だったんだろう、M1 優勝したの。絵の人だよ、もう。結構冷えてるな、思ってる以上に。冷えてる、思ってる以上に冷えてる。いや、ですよね。びっくりした。あったかいと思いましたよね。いや、これであったかいと思うやんな。思わないですか？うん、思ったよ、だからあったかいのかなと思って。あったかいと思いましたよね。うん、めっちゃ冷えてますよ。めっちゃ冷えてる、あのね。少年野球してる子たちが休憩の時にお母さんが持ってくる時のジュースの冷たさ。冷た。みんなジュース飲みやって言った時に飲む時の冷たさ。すっげえ冷えてる。びっくりした、目覚めた。8月にね、放送あるんで、皆さん TVer になるのをお楽しみください。クズがたくさん出ますから。うん、あ、可愛いね、その T シャツ。どうしたの？ありがとうございます。もらいました。誰？久保田さんから。ありがとうございます。僕が作った T シャツ、うん、欲しい人はスズリをチェックして。な、サイズ何それ？これは L ですね、うん、大きめに着てます。うん、基本 M、 体は M で L 着て、これぐらいの感じ。まあ覚えてたらいいよ。うん、福岡のど真ん中でも歩ける T シャツ作ってっから、スズリよろしく。なんかあんま言ったらあかんかもしれんけど、そういえばこの前新幹線乗ってさ、俺いつもチケットほらそのまま乗って乗るやん、はい、で乗務員の人が来てから変更やねんけど、はいはい、一番前のグリーンの一番前に座ってて、乗務員が来て、ここ名古屋から乗ってくるんで変えてもいいですかって言うから、私だよ、はいって言って、ちょっと待ってくださいね、ピッピッピッみたいな。で、あ、ありがとうございますって言って俺もらって後ろに行ったよ、その書いてる本、はいはい、ほんなら村田が座ってたよ。ん、村田がその席にですか？その席に、ね、いや、こいつの横嫌やなと思って戻ったよ、はい、で、前の席にもう一回座ったよ。で、来たら言おうと思って違うとこ変えてくれって、はい、ほんなら乗務員が来て、あ、すいませんって言って、気遣って、まあ村田って分かったんかなと思って、うん、外国の方は横だったらあれですよね。外国の人、インドの人と思われてる。インドの人だと思われてる。うわー、すごい。やだー、見て、やらしい。ここまで来るとやらしい。すごい、最高。まあそう、わんぱくだね。わんぱくですね、朝から。朝から。がっつり。熱っ。めちゃめちゃ熱い。次は。めちゃくちゃ熱い。はい。うわー、すごい。めっちゃうまそう。やば。ひたひた。わー、美味しそう。食べて食べて。はい。いや、川さんって結構ご飯食べるんだ。女の子ご飯食べない人多いじゃん。まあ食べますね。うん、
大きくなりやいただきます。食べて。うん、うん、うん、まあ、めっちゃ美味しいです。うん、よかった。甘めの味付けです、ね、うん、甘いやつ、はい、うん、美味しい。美味しいです。だってカツ取りなんてさ、あんま食べなくない、東京とかで。全然食べないですね。それがでもさ、はい、いいようになったって、こういう時で食べれるから、はい、うまいわ。少なすぎません？何か？ご飯、ご飯の食べる量、一口が。いや、口ちっちゃいからさ。これぐらいにしてる。あ、そうなんですか、うん。んみんなさ、はい、俺顔大きいから麻痺して気づいてないけど、俺口もちっちゃっちゃいもん。で、よう見ときや、上から。スリー、ツー、ワン、ちゃこれ気づいたのヤバくの川島さんだけど、お前口ちっちゃいよなって。そしてあ、すいませんでした。ちょっと薬を。怖い、怖いから本邦初公開ですよ。もうやめてよ、コメント荒らさないでよ。これいつもの薬、はい、いや引いてるやろな、全員多いですね。ごめんね、引いてる人。まずはこいつね、もう覚えたよね。何でしたっけ、トリプルカッター、トリプルってのは 1,2,3 だから、朝昼晩一食食べたものが全部カットされるという、トリプルカッターこれを飲む。たまに薬でお腹いっぱいになる時なんだよで、次これが、これはハゲ薬、うん、で、これは、体力、全身二日酔い、そばかすなど。で、これは解毒剤、お酒飲みすぎた時の解毒剤。で、これが夜に飲む内脂肪サポート、ダイエット薬です。メルちゃん、体気使ってますいただこう、うん、あ、うまい、うまい、うん、おいしい、うん、うめえ。そういえばなんか LINE ニュースになってたね。そうなんですよ。俺も連れて行ってよ、ディズニーランドは好きですか、え、ディズニーランド、うん、好きかどうか。で、もともとだってディズニーランドに近いとこ住んでたからね、俺。え、そうなんですか。俺、歌舞伎町の近くでさ、人間くらいでけえネズミ見てきたから。いや、いやいや、ディズニーランドじゃないです、真逆ですこれは真逆。え、ディズニーランド行ったらさ、一番最初何飲むの、はい、スペースマウンテンですね。何だろう、スペースマウンテン、知らんわ。本当ですか、うん、どういうの。ジェットコースターです、宇宙を駆け巡る。あ、そう、はい、早い、ジェットコースター。めっちゃ早いです。俺、そのスピード系嫌やね、怖いね。意外ですね、うん、絶叫系無理です。絶叫系無理その後は、その後はプーさんのハニーハント。プーさんの、プーさんが喋ってくれんの。プーさんが蜂蜜を探す、喋ってます、プーさん。あ、マジで。どういうセリフ言ってんの、プーさんって。なんだろう、蜂蜜大好きみたいな、うん、なるほど、蜂蜜大好きみたいな黄色い太った化け物だよみたいな言わないです。言わないの。僕のタイマーを知らないか最悪、言ってない、出ないです、そんなこと。蜂蜜よりぼっ食べるんだみたいな言うわけないです。言うわけないか。待ち時間長いやろ。でもそうですね、もう1時間とか90分とか待ってます、ね、平気それ。全然待てます。はい、いやな、待てます。僕待てない。俺も無理、早押してってなるわ
待ってる時間が楽しいです。喋るから。そうそう。それで男と女違うね。もう男ってもうそれ嫌やから、アプリでゲームしたり始めるね。ああ。ああ、いや、わか、いや。うわ、今、ああって言ったよね。男と言ってんじゃん、お前さ。ハマリエと俺に言ってないっつってたくせに。いやいや、この前のほんと友達ですけど、行ったことありますよ、デートで。その人ゲームしてたの。確かにスマホなんかいじってたかも。あんま喋らず。USJ は行ったことある？あります。どっちがおもろい？全然もうなんか質が違いますね、楽しさの。あ、そう。別物って感じ。うん、どっちも同じぐらい楽しいです。俺ユニバの観覧車乗ったことあるのよ。観覧車？あ、観覧車、ジェットコースター。あ、ジェットコースター。え、どれですか？の音楽流れるやつ。あ、はいはいはい。テレ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 、何だっけ？ありますね、大阪。大阪ラバー。ありますね、音楽選べるんですよね、好き。そう、出来たての時に行って。はい。で、上まで行ったら、大阪の工業地帯が全部見れるの。一気に冷めんねん、俺。おー、夢の国ちゃうんかい。なんで上まで行ったら全部見てまうねん。そう。見えますよね。全部見えちゃう。ユニバは丸出しなんです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大満腹でした。はい。お腹いっぱい。結構の量あるね。はい。だいぶ。ああ、食っちゃった。ちょっとさ、いっぱい飲みそう。ちょっとね、もうないんですよ。え？終わっちゃいました。飲みすぎて。いや、お酒みたいにそんなんやお前。飲みすぎちゃってじゃない。ありがとうございます。とっても美味しかったです。福岡の皆さんもちょっと遊びに来てはいかがでしょうか。青木堂さんというお店になっておりますね。ここに座ったので、またお店の人に聞いてみてください。それではごきげんよう。さようなら。チャンネル登録よろしくね。どん。どん。どん。え？どん。おっす。